こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーを始めていきたいと思います。はい、今回は岡山ピーターローズ戦ですね。早速始めていきましょう。スタメンです。美穂が疲れてますので美穂は下ろします。浦川か、その代わりが、まあ悪くないですね。で、藤原、この怪我をしている藤原が、に代わって、ちょっとディフェンダーが不足してるんですよね。幸子デビュー戦です。窓かに代わりまして入れます。ユーナか、ユーナちょっと入れてみよう。緑は出さずに、ひろたかな。みほは疲れてるからな、ちょっと。この辺かな。ちょっと欲は張りそう。この辺でしょうね。そして戦術はもちろん攻撃的なんですが、ついマークはしなくていいや。さてと、岡山ピーターローズがホームなんですが、そんなにリードしてる感じはないですね。なんか客を見れますね。さあ、ここはうまく取りました。ボールをキープすること自体が、あの、結構運命を、これはオフサイドだったか。確かにちょっと前に出過ぎた感じです。さあ、ここは注意と、ここはクリア。さちこがこれ取りま、うまくインターセプトしました。さあ、これ取り切れるか、ちょっと無理があった。うまくミオがキープした。さあ、くるみ渡ったが、これはなかなか、ちょっと気をつけろ。あー、選手権取られた。あー、攻めてたんですが、一瞬の隙つかれましたよね。まだあんまり使えてないです。捉えた。ちょっとやばいな。あーと、やばい、危ない。おーっと、広岡ナイスです。ナイスキーピング。そしてミオ、なかなか届かない。あ、これはやばい。おーっと、おヘディングでした。決まらなかった。助かりました。おっと、羽生田、ナイストラップだが、このパスは良くなかった。ああ、そう、相手に翻弄されてるよ。おー、危ない、危ない。取られますね。ちょっと萌えが疲れてきてる、おまけに。早めに手当てしましょう。さあ、くるみが奪ったよ。さあ、
これシュートが弱かった。さあ前半終了間際だが危ない。さ、千歳。さて、ニオだ。ファールだ。さあ、これでペナルティーキック、これを決めてほしい。くるみが蹴ります。入りました、同点。見事です。さすがこの辺くるみですよね。まだですね。鬼丸で確保します。とここで一気に人が疲れてきている。ヒロタを投入します。ここはあの攻めにチェンジですね。他はカルベ、スミ、サツキ、サツキかな。これで交代枠使い切りましたが、守備でも良かったかも。さあちゃん、遠かないか。うまい。さあここで2人がピッチの中に入ります。さあさつきが行きましたよね。これはキーパーが、小山、ちょっと、おっと、危ない。広岡もちょっと疲れている。さあ、菊池から、おっと、ここくるみに行った、シュート入った、勝ち越し。一度菊池に渡して、それからくるみ。いやー、エースストライカーのくるみの働、くるみのワンマンチームっていう感じですね。くるみいかにボール回すかだよな。ワントップでもいいのか。ちょっと無理があったが、さあ、気をつけろ、ここは。さあ、と、これはやばい。おー、外した。さあ、逃げ切れるか？まあ、外した。時間が、これ、ここと過ぎてきますね。千歳。ファールじゃない。さあくるみが取りに行きますが、これは及ばない。危ない。おお、最後入ったと思いましたよね。勝ちました。すっ、あっさり18分で取られてしまいます。その後も苦しい展開。
リードされたまま後半戦へ。そして後半早々ペナルティーキックを取ってくるみがゴール。そしてですね、小山結構危なかったんですがなんとか防げました。そしてここ菊池が回してくるみが一気に、これはどちらもお見事でした。そして再三こっからがピンチが続きます。最後の終盤戦がとかですね、もう最後本当に危なかった試合し、おーっとコーナーポストに救われてここで試合終了。シュート回本数は少なかったんですが、その枠内のうち2本が、ゴールにつながりまして、やっぱり決定打あるといい、いいですね。これで佐世保、首位の佐世保ドックスは、とは勝ち点2差になりました。貯金3ですね。さあ、節子どうだ？あれ、50万はうまくないか。6000万はまあないですよね。ジャネット、アサミと高額年俸の選手が続きます。はい、というわけで、今回の試合も勝利をして2位をキープできました。まあ首位もというのはあるんですけど、ここは着実に力を蓄えるとき、次に順位にはそんなにこだわらずに、来年上がることを向けてですね、試合を積み重ねていきたいと思います。はい、カルチョビットアーの動画をお送りいたしました。ゲーム動画で行こうではですね、チャンネル登録者数、増加に向けて増加を目指しております。この動画のタイトル欄の右チャンネル登録ボタンを押して登録をよろしくお願いします。また、高評価、コメント、ブログ、 SNS の拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で、関連動画プレイリスト流れます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しいです。プレイリストについてはですね、ですね、ご覧いただいた方のチャンネルにですね、チャンネルをトップにですね貼り付けることもできますので、もしよろしければご協力よろしくお願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。